はい、皆さんこんにちは、カズエンドです。こんにちは、トクです。ボックスガチャやっていきたいなと思います。枚数がですね1038枚ということで、まあ、結構溜まったのでね、がっつり全部引いていこうかなと思っております。まずは、詳細の確認でございます。まあ、ボックスガチャはですね、サクセスだけではなくスタジアムとかでもね、手に入れることができて、それを集めたものをガチャをしましょうということで、今回、3体が特賞ということで復刻しております。一ノ瀬、重野大吾、そしてメガネ登場でございます。一ノ瀬に関してはね、私45で、メガネ登場に関しては50で、重野大吾に関しては SR の上限確保なしという状況なので、まあ、重野大吾欲しいなと思っております。まあ、他にもですね、貯め方ですごいがっつり貯める貯め方みたいなのもね、確かどっかに載ってました。どこだったかな、まあ、どっかに載ってました。なので、まあ、皆さんもね、ぜひとも貯めてやってみてください。で、ボックスの中身がですね、こういうような感じになっております。全部で150あって、まあ、そこからガラガラくじで当てていくみたいな感じですね。で、4等 PN と N っていうのが入っていて、ボックスガチャゴールドだとこの4等がないという感じで、よりね、特賞1等そして2等が当てやすいのかななんて思っております。さあ、早速やっていきましょう。まあ、私はですね、ボックスガチャノーマルのこの10連を、まあ、10回、要は100連やるって感じかな。はい。なので、この100連中に、1等、または特賞を当てたら、このボックスをリセットするというような感じで、やっていきたいと思います。うん、いきます！ガチャル！久々のボックスガチャ嬉しいですね。嬉しい。なんかやっぱり、貯める楽しさあるから。はい。うん。まあ、あとチャレンジとかも来てるからね、貯めやすい。お、R も来ましたね。そっか、R が誰出るかも大事だね。一ノ瀬の R とかなんかすげえ久しぶりに見た気がする。こんなんだったっけって感じ。松竹梅のガチャとか、ボックスガチャもっと欲しいっすよね、イベントとしては。確かさ、一ノ瀬に関しても昔ボックスガチャじゃなかったっけ、はい、そうだよね。何回も多分来てますね。そうだよね。さあ、20連目でございます。うーん、わあ、今回は渋いパターンだ。ただ PN は出ましたね。 PN は3等とかなのかな。 PR っすね。あ、 PR ごめんなさい。あ、2等か。 SR が1等なんで2等を当てたという感じですか。残りは全て4等という感じです。さあ、いきます。ガチャ。やっぱり目標は大吾っすよね。大吾、大吾。メガネ登場で嬉しいって人も多分いるとは思いますけど、大吾当てたいっすね。多分みんな35だと思うんで。うん。いや、やたら出ますね。おお、そうくるかい。さあ、40連目でございます。どんどんなくなってくる。昔からやってる人とかは多分一ノ瀬もう45多いですよね。多い多い。いや、ここでも出ねえか。もう俺の中ではもうここでこれぐらいでもう当ててボックスリセットしてる予定だったぞ。さあ、行きましょう。50連目かな。もう3分の1っすね。嘘でしょ。あ、中身がね。はい。おっ、グーた、グーってない、ない。さあ、PN 牧場明けなんで、うん、でも普通に嬉しいですね。なるほど。PNN も嬉しいし、PRR、はい、母体としても嬉しいですね。なるほど。これでちょっと私どうしよう。私はレベルアップに、とっからしたらふざけんなっていう思われるかもしれないですけど、牧場民ではない私は牧場民ではない私ですが、このような感じでね、サク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 と。前回の PL 牧場のタイミングとかは、強化大成功率アップとかもあったんで、かなり効率良かったですね、いろいろ。なるほど。
まあ、石を使えばね、ここら辺は出ないという感じになるから、どっちがいいのかわからない。まあ、でも石使ってあれって感じはしますけどね。そうだよね。さあ、行きましょう。ただできるならばやっぱり相棒キャラのダイゴは。うん、当てたいね。はい。ちなみに今100残りでこんな感じでございます。3頭以上がなかなか出てない。特賞1頭って2しか入ってないんだね。100分の2。もうまさにもうここからは SR を当てるのと確率はほぼ変わらないです。さあいきます。ガチャル60連目です。150だから、うん、SR2 枚って感じ。70で1枚は出したいですよね、確率的にね。はい、メガネちゃん。お、六本木はちょっと嬉しいかな。70連目です。ここで出したい。イベントだいぶ省略されてたな。今イベントというかこのだいぶ省略されてなかった。お、安定しましたよ。第5の BN。 またね、図鑑の方にこれでまた1個入りますね。80連目でございます。俺これ引けないの、もしかして。なんか流れ的に嘘でしょ。引けないのは想像していなかったぞ。10連目で出たっていう人もいるよね。声ありますからね。さあ、メガネ登場 R です。登場に関しても出た当初は結構使ったね。そうですね。うん、90連目。テーブルだけ見ればやっぱり強いですからね。うん、今の筋力の中の筋力キャラの中ならやっぱり一番じゃないですかね。おっ、嘘でしょ。まあちょっとまた開けに行きましょう。マジか、これはね、特予想していなかったぞ。でもイベント期間もまだまだあるんで、うん、PL とかは取っといてもいいんじゃないですかね。なるほど。 PL と N ですか、シゲの大悟。あ、大悟君に関してはじゃあ取っておきましょう。そうだよね。そっから解放がまたちょっとでも進む可能性があるもんな。はい。こんな感じかな。うん、でもなんかレベル上げとかにもいいな。さあ、残りがどれぐらいできんだ。ラスト10連ですね。いきます。ガチャル嘘でしょ、嘘でしょ。え、これ結構ボックスの中身豪華になってきたよ。左初回3頭以上っすよ。本当だ。これはでかいじゃん。これで出しましょう。3頭以上確定です。3頭かな。3頭ですね。マジか。なんでこういう2連で出ないね。3頭。なるほど。中身を確認していきましょう。ボックスの中身でございます。まあ、結構いいよ。でもさ、 PR とか R 引いても47分の2ですよ。今上の50連の方やったら、うん、50連って石50個の方やったらもう間違いないですよね。うん、7、8、9、10、11、12、13、14分だよ。14。そこは
ちょっとさすがにそういう考え方にはならないな俺。うっす、これでしょ11連だ。こっちになると一つおまけだこれね。まあまあまだね、さっきとか言ったように期間も長いですから。そうっすね、そうっすね、はい、まだこっちには手を出さず、はい、出さずっていうか、まあ出すべきではないと思います。まあ、サクセスとかやってればね、あのたまりますから、うん、ちなみにあの私昨日あの、まあ、夜トークが帰った後にですね、あの千丸ゲーセンとかして、まあ、3時ぐらいまでちょっとやってたかな。8回やったよ8回。今日はもうすでに2回やってますから、はい、そんぐらいやってたらたまるペースもいいですよね。そうなんです。まあちょっとまあ、PG サクセスに向けても頑張りたいなとか思ってますし、まあ、ちょっとここもねまたあの動画として出すかもしれないです。まあ頑張っていきます。余裕ある方は、うん、余裕ある方っていうか、今別にがっつり更新しないで招きないとかって方たちは、まあ、メジャーやってもいいですよね、周回用に、うんうん、サクピン20なんで、まあ、これだけボックスガチャ引いて、まあカズさん出てないですけど、出る人は一発で出る、10年で出るって考えたら、まあ、そのための集会はすげえありだなと思いました、ね、なんか3回連続練習とかあるじゃん、あれでも、はいはい、そのチケットもらえるのが増えてたりするんですね。そうですね、ドラフト1位とかなんかいろいろオプション的なものあるんですよね。その辺しっかりやれば結構こうぶん回せると思うんで、皆さんもね頑張ってください。はい、ではそんな感じでまた動画でお会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ。